とんでもない伏線が回収されます。どうもね、さんちゃおもかです。ということで今回は受胎退転についてお話をしていきたいなと思います。今週の最新213話のタイトルが受胎退転5だったということで、受胎退転の1から4までは第6話から第9話までの4話分で描かれていたんですよね。で、ここに関してはすでにアニメでも放送されていたあの少年院での戦いになってくるんですけど、その時とタイトルが繋がっているっていうので考えてみれば、あの時の内容と今後の展開っていうのが繋がってくる可能性が出てくるわけですよ。そう考えてみたときに、あの4話分で描かれていた受胎退転1から受胎退転4、それまでの内容を見ていたときに、なかなか気になるワードっていうのがいくつかあるんですよね。その中でも今回特に気になっているのが、伏黒が宿儺に対して言っていた、あの時と立場が逆になったなっていう発言なんですよ。伏黒がこの発言をした時の状況を思い出してみると、あの時の宿儺は虎杖の心臓を抜き取って小僧を人質に取るっていうことを言っていたんですよね。で、その時に宿儺は心臓がなくても生きられるけど、虎杖は心臓がないと死んでしまう。だからこそ人質に取れるし、それプラスさらにダメ押しっていうので指をもう一本飲み込んでいったわけですよ。その時の状況と今の状況を比べてみた時に、まさに立場が逆転しちゃっているんですよね。あの時の伏黒の発言っていうのは、その時の状態とそれよりも前の状況と比べて立場が逆転したっていうものではあったんですけど、そこからさらに立場が逆転しているんですよ。今回逆転している立場っていうのは、虎杖と伏黒の立場なんですよ。宿儺の器となっていた虎杖は、あの時自分の体の主導権を宿儺に奪われていた。そして心臓を抜き取られ人質にされていたっていう状態があって、でも今は伏黒が宿儺に受肉されていて、伏黒は自我を失っている。まさに立場が逆転しているんですよね。そう考えてみた時に、あの時に起きた出来事が立場を入れ替えた状態で起きてしまうという可能性があるんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。あの時起きた出来事といえば、先ほども言った宿儺が虎杖の心臓を抜き取ったっていう部分ですよ。宿儺は虎杖の心臓を抜き取って伏黒に対して、あの小僧に自死を選ぶ度胸はないっていうことを言っていたんですが、その後虎杖が取った行動は、宿儺から自分の肉体を取り戻して自死を選んでいく、自ら死を選んでいくということを虎杖は取っていったんですよね。で、あの時の虎杖は目の前にいる伏黒、そして伊地知さんによって病院に運んでもらった釘崎、それ以外にも五条のこととかみんなのことを思いながら倒れたわけですよね。つまりあの時の虎杖っていうのは、みんなのために、みんなを守るために自ら死を選ぶという選択を取っていったんですよ。それがもしこの伏黒が器となっている状況で起きるとしたら、宿儺が再び心臓を抜き取っていく、それは伏黒の心臓っていう可能性が出てきてしまうんですよね。まあ抜き取ったとしても、もちろん宿儺がその後に心臓を治すっていうことも可能にはなってくるんですけど、この先伏黒が宿儺から自分の体の主導権を奪うっていうことができなかったら、宿儺が伏黒の心臓を治すということをしない可能性が出てきてしまうんですよね。だって宿儺は虎杖の心臓を抜き取った時に自分で言っていたわけですよ。宿儺自身は心臓がなくても生きていけるけど、虎杖は心臓がないと死んでしまう。つまりそれって器が伏黒に移った今でも同じことが言えるわけですよ。宿儺がもし伏黒の心臓を抜き取ったとして、宿儺は生きることができるけど、伏黒が宿儺から自分の肉体を取り戻してしまったら、その時に伏黒はあの時の虎杖同様に倒れてしまう、死んでしまうっていう風になるわけなんですよね。じゃあ伏黒が宿儺から主導権を奪い返して自我を取り戻す可能性があるのかっていうところですけど、ここに関してね、可能性がワンチャンあるような気はしていて、完全に伏黒は眠っているというよりも、主導権を宿儺から奪えずにいるっていう状態にあると思うんですよ。あの時の伏黒はこんなことを言っているんですよね。因果応報は全自動ではない。悪人は法の下で初めて裁かれる。呪術師はそんな報いの歯車の一つだ。少しでも多くの善人が平等を享受できるように、俺は不平等に人を助ける。これがまさしく伏黒にとっての呪術師のあり方になってくるので、少しでも多
くの善人が平等を享受できるために不平等に人を助けるということは助けない人もいるっていうわけなんですよね。この伏黒の考え方だとより多くの人たちを助けるために自らを犠牲にするっていう可能性が高いわけですよ。その証拠として伏黒はちょっとでもやばいと思ったらすぐにマコラを召喚しようとするわけなんですよ。マコラを召喚するっていうことは長伏の儀に相手も巻き込むことによって道連れとして死んでいく、そういった選択をしていることになるので、多くの人の幸せ平等のために自らを犠牲にすることが伏黒の呪術師としてのあり方っていうふうに考えることができるので、まさにこれってあの時の虎杖の状況と比べてみたら立場が逆転している今の状態ですよ。伏黒が虎杖とか周りにいる巻とか乙骨とかみんなのことを考えた上でここで自分が犠牲になっていく、そのためになんとか宿儺から自分の肉体を取り戻して心臓がない状態やけど取り戻すことによってあの時虎杖がやったように虎杖の目の前で倒れてしまう、そういった選択を取る可能性ってのが十分あり得る感じがしてしまうんですよね。それもやはり伏黒が虎杖のことを信頼しているからこその行動になるわけなんですけど、あの少年院の時の宿儺と伏黒の戦いの時にも伏黒は虎杖のことを信頼している発言をしていたわけですよ。虎杖は自分が死ぬと分かっていても宿儺から自分の肉体を取り戻す、主導権を奪い返すっていうことを伏黒は確信していた。そしてそれ通りに虎杖は宿儺から肉体を取り戻して伏黒の前に倒れていった。ああいった行動を自分の目の前で虎杖がしたっていうことが事実としてあるわけなんですよね。でもし伏黒がその時のことを今後思い出すような展開があれば、あの時虎杖がやったように自分が死ぬと分かった上で伏黒は宿儺から主導権を奪い返すということをする可能性が十分あり得てしまうんですよね。伏黒がそういった行動を取るのもより多くの善人が平和を享受できるために不平等に人を助ける、その不平等という部分に助ける人物の中に自分を入れていない、まさにそこは虎杖と似ている部分ではありますけど、より多くの人のために自らを犠牲にする、そういった選択をすることによって宿儺が心臓を抜き取った後に伏黒が宿儺から肉体を取り戻すという展開が来る可能性があるのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。助ける人物の中に虎杖も伏黒も自分自身のことを入れていないっていうのは、まあなんやかんやでこの二人が似ているっていうのを表しているのかなっていうふうに思ったりはしますけど、じゃあそうなった時に伏黒が本当に死んでしまうのかっていうところですよ。まあ虎杖の時だと宿儺が縛りを結ぶという条件付きで虎杖の心臓を治したっていうのがあったんですが、わざわざここで宿儺が伏黒と縛りを結ぶ必要っていうのがなくなってくるので、縛りを結んで伏黒の心臓を治すとは思えないし、縛りとか何もなくメリットがない状態で伏黒の心臓を治すのかっていうのもちょっと謎なところではあるので、もしかすると伏黒の心臓を全く治さずに宿儺は一旦伏黒の肉体で復活するのを諦めるという可能性もね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、まあただすでに宿儺の大部分が伏黒の中に入ってる状態になってくるので、もし今の宿儺が伏黒ごと死んでしまったら残るのがかなり少ない部分になってくるので、力の大部分を失ってしまうからこそ伏黒の心臓を治すという可能性はあるかもしれないですけど、それ以外の方法で考えるのであれば乙骨がギリギリ来てくれて伏黒は一旦倒れてしまうけど完全に死ぬ前に反転術式で治してくれる、もしくは前回の動画で言っているように虎杖も反転術式を身につける、それによって伏黒が自分の肉体の主導権をなんとか取り戻した時に心臓を治していく、そういった展開もね一つとしてはあるのかなっていうふうに思ったりはするんですけど、まああの受胎大典の1から4で描かれていたように虎杖と伏黒の立場が逆転した状態で似たようなことが描かれてしまう、そういった可能性は十分あり得るのかなっていうふうに思ったりはしますよね。まあ、ただあの時のことをねちょっと思い出してみると、宿儺って伏黒が持つ力のことを宝の持ち腐れだっていうふうに言っていたんですよね。で今回宿儺が使った戸塚の影棒術ではヌエが超巨大だったっていうのがあるので、宿儺はこの戸塚の影棒術について何か詳しいのかっていうふうにちょっと気になったりもするようなところでもありますし、伏黒の肉体を受肉したことによってこの戸塚の影棒術が使えるようになっているっていうのがあるので、その点でちょっと気になるのが勘合暗影帝も使えてしまうのかっていうところですよね。もしこの伏黒の領域展開である勘合暗影帝も宿儺が使えるとなってしまったらめちゃくちゃやばいですよね。あの勘合暗影帝って伏黒はまだ未完成な状態ではありま
ましたけど、伏黒が使うだけでも相当強かったわけですよ。でその伏黒の戸塚の影棒術を宿儺が使ったら、伏黒とは比べ物にならないぐらいのパワーを出したということは、宿儺がもし勘合暗影帝を使ってしまったら、伏黒が使っていた時以上のパワーが出るっていう風になってしまうので、めちゃくちゃ式神は出てくるし、宿儺の分身めっちゃ出てくるしみたいな、まさに地獄絵図ですよね。まあ、あとはこの受胎体験編っていうところでは、初めて宿儺が宿儺自身の術式を使ったのもこの受胎体験の話の中になってくるので、もしかするとこの受胎体験というタイトルが今後も続いていくのであれば、次の214話が受胎点6とかなのであればね、宿儺の術式についてどんどんと明かされ始めていくのがこの受胎体験編っていう風に考えることもできるので、まあ、宿儺の術式に関する謎、なぜ複数の特性があるのかとかもちょっとずつ明かされていくのかなって感じはしますよね。それこそクルス花のことを噛みつこうとしていたので、やはり他人の術式の特性を奪うという術式なのか、その辺とかもちょっと気になるようなところではあるんですが、まあ、今後の展開として今まで描かれていた受胎体験の1から4、そこにつながる何かが描かれるという可能性は十分あり得てしまうのかなっていうふうに思ったりはしますよね。タイトル、今回は受胎体験についてお話をしました。ぜひこのつねかむところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。